はい、キャプテン浩二です。おはようございます。ただいまの時刻は2019年、9月の11日水曜日朝の10時53分になります。はい、それではね、僕の、TA-04 タミヤの TA-04 電動ラジコンカーですけれども、昨日購入しましたね。このプロポ2000円ちょっとのね、プロポと受信機セットを購入しまして、なかなかかっこいいと思います。そして今ね、こうやってね、僕の TA-04 の車体に受信機を取り付けまして、今から走らせますね。ちょっとね、受信機が取り掛かっておりますけども、こんな感じでね、受信機がすごく小さいのですよね。もうね、購入してからね、設定の方はね、もうできておりましてね、設定は終わっております。なのですぐに走らせられますので、今からちょっと走らせてみようかと思います。よろしくお願いいたします。それでは受信機スイッチ入れて、はい、こんな感じです。ちょっと待ってね、三脚にまたセットしますんで、なかなかね、2000円ちょっとですけれども、今のところもう設定もね、簡単にできましてね、本当にね、すごくいい感じです。ちょっとボディつけますね。その前にちょっと待って、こんな感じでね、問題なくね、動作しております。それで 2.4GHz ですので、アンテナ線は短くて、もうこの中だけでね、使えそうなんだね。 2.4GHz の、プロポは受信機はアンテナ線がね、すごくね、短いです。短くて、強力に、電波がね、届きますので、もうこのままでいいということで、ボディをつけて走らせてみようと思います。なかなかね、かっこいいね、プロポになっております。かっこいいし、設定がね、何台もね、この一つのプロポでね、何台もね、設定ができますので、このプロポ1台持っていればね、あとは受信機とかアンプとかをね、変えたりして車体を増やしていけばね、いいということになります。はい、それでは行ってみましょう。よいしょ、暑いな。はい、早速走らせてみますね。ステアリングトリムの調整もね、もう終わっております。簡単にできましたね、設定がね。このね、液晶のね、表示がね、出てきますので、この液晶の表示で設定を簡単に終わりました。相変わらずね、タミヤ TA-0、 ちょっと待ってくださいね、椅子持ってきます。すごくね、かっこいいね、プロポですよね。いかがでしょうか。アンテナがね、昔の 27MHz と違ってこんな感じでね、短いアンテナがついておりまして、これもまたね、なかなかかっこよくてね、気に入っております。はい、それではいつものようにまた走りますね。
ちょっとずれてるかな。ちょっと左側にずれてるんで、これのねステアリングのね、ステアリングを右にねこれを押したら7番とかなるんで 9とかなるんで右寄りに変えますと直ったかな。右寄りの10番やな。でまた10番にしたらこれ押したらね設定完了ということです。あ、今度は右に行ったかな。あ、まだまだやな。ちょっと待ってくださいね。まあいいですけどね。あ、まだやね。そしたらスロットルの9番だったので今11番して、これを押して設定完了ですね。そしたら、あ、まだまだやね。まだ左に寄ってるんで12番13番ぐらいとこうな。はい、これいいと思いますが、まだ左ですな。まだ左ですね。14番、液晶ね、液晶の画面が出てきて、細かくね、あの設定ができますんでね、あの角度調整がね、あ、これでいいみたいね。あ、これでいいですね。はい、細かく角度調整ができるし、で、電波がね、あのすごく飛ぶんでね、広い駐車場でもね、行って、走らせると面白いと思います。今ね540モーターで走らせてますけどね、もうこれで十分ですね。540モーターでもう十分あの楽しめます。もうなかなかいいですね。そして電圧とかのね、出てくるんですよね、これをねダイヤルをつまみをね回していくとね見えますかね、見えませんか。E ポイント 100% チャンネル位置モデル電圧とか出てきますんで、 E ポイント 100% 電圧やね。これ違うか。まあいいでしょう。はい、あら、モデルナンバー TS3、暑いなぁ。やっぱりね、あのラジコン一人でね、あの走らせてもね、面白くないですよね。ライバルがね、いないとね、面白くないんで、仲間をね、増やしたいと思います。弟もね、あの最近あの仕事がね、忙しそうなんで、あのなかなかね、一緒にね走る機会がないですけども、またねちょっと涼しくなったらね、また呼んでね一緒に走れればと思いますので、それまでねセッティングをねしっかりやっておこうと思います。また今週もね彦山川そばの駐車場の広い駐車場に、今週土曜日また行きますのでね、お楽しみにされていてください。やっぱりねこういう小さい駐車場ではね、なんていうかね、しっかりね
走らせたいのでね、まあ結構よく走りますね。しかし問題ないですね。あとタイヤがね、ブロックタイヤが減ってるんで、かなりね、ロス、タイムロスになって、負荷がね、かかってると思いますね。負荷がかかってるんで、ちょっとね、パワーがね、食われてるような感じです。それでもね、よく走りますよね。よく走りますし、なんかね、こっちの方がね、実車感覚というかね、実車に近い感覚で走れるような感じですね。まあ、タイヤをね、変えればね、スリックタイヤに変えれば、走りは変わってきますけどね。はい、そろそろ電池がなくなってきました。電池もね、ニッケル水素電池ね、また買いたいと思います。ね、ニッケル水素のね、8.4V のバージョンもあるんですよね。今 7.2V のニッケル、ニッカ道ですけれどもね、今 7.2V のニッカ道を走らせておりますけれども、今のブラシモーターのラジコンカーの主流はニッケル水素ではないかと思います。まあよくわからないんですけどね、その辺よくわからないんだけども、アマゾンとかヤフオクとかで見てるとね、ニッケル水素の電池がよく出回っております。はい、電池がなくなりましたね。はい、それでは終わりましょう。はい、OK です。ただね、またね、すぐ充電しますね。あと、ちょっと待ってくださいね。こうやって。よし。ラジコンカーライフを楽しくね、毎日楽しくやっておるわけですけれども。はい。まだね、電池ありますけどね。はい、いいでしょう。あら、熱っ。じゃあまた充電しときましょうかね。これ充電はね、空になったらね、空のまま電池バッグね、空のまま放置したら充電ができなくなるらしいので、一応放電機能もついてますのでね、電池でね、バッテリーチャージャーに放電機能もついてますので、放電させてから充電して、保管ということですね。かなり汚れてきましたね。なかなかね、使い勝手がいいプロポですね。こうやってね、縦置きもできますし、アンテナは伸ばさなくてもね、十分届きますよね、このままでもね。そして、このホイールのね、ステアリングが、これがまた微妙になんかいい感じで、バネがいい感じですね。昔みたいにゴーッと切れないんでね、
バネがねしっかり効いていいと思います。はい、それではねもうこの辺で終わりたいと思います。タミヤの TA04、問題なく動いております。はい、それではこの辺で動画締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。そしてコメントもね、よろしければお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。